ここんにちはこんちちはゃんです、はい、今日はですね、あの、何のね、あれも持ってないんですよ。はい。笛もね、持ってないです。まあ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 、もう見てください。ね。いつものとおりですね。はい。夜でございます。はい。というところですね、まあまあ、こんちゃんが夜、まあ、動画を撮ると、笛も持たずにですね、あの、撮ると、お知らせしたいことがございます。えー、っとですね。 このほどですね、えっと、まあ、ご存知の方もおられると思うんですけど、カプリスさんっていう、はい。カプリスさんっていう、なんか、ケルと北欧中のアレンジ、さまざまな民謡音楽を演奏する、えっと、グループのですね、カプリスさんがですね、はい。こちらの方ですね、えっと、ててん、財布サービス始めますと。はい。で、なんか、 基本料金、メロディーだけ、メロディーラインだけ、えーとまあ、好きな曲ですね、聞いてて、まああの、検索しても出てこないやつあるんですよ。でも、どうしても吹きたいっていうのが、メロディーのみが3000円で。いろんなオプションがあって、ハモリ1000円、コード1000円、ベース1000円、アドリブ、ソロプラス2000円みたいな。例えばですね、なんだろう、あの例えば、忍え奏者のですね、まあまあ、 古典長は多分難しいかなわかんないですけど、そのドレミの笛で、なんかこう、謎のことをやられてる方結構いるじゃないですか。で、やっぱまあ私もそうなんですけど、まあ耳コピってその、できる方とできない方がいて、当然そのまま私なんて、まあ、耳、耳コピってなんですかみたいな、ね。<laughs> あの、耳ね、<laughs> 聞こえてるんは聞こえてるんですけど、それがドレミのどの音かなんていうのは全然わかんないですので、私みたいな人間にとってはもう、 吹きたい曲はあるんですよ。でもしそれがまインターネット検索して楽譜になってたらいいんですけど、もう楽譜になってなかったおわいなんです。でまあ今までですね、そのまあ昔のアニメとかで楽譜なってないのはまあまあそのいろんなね、まあ、例えば神岡先生とかにね、すいません、神岡先生お願いしますって言ってまああの譜面とかね作っていただいてね、いや本当も神岡先生まあ最近あれですよ。 まあ山田先生とのね、えー、と演奏会にも、えー、と一緒に出られたりしてる上岡先生なんですけどまあ依頼したりただ心苦しいですよねやっぱり耳コピーって結構時間もかかるしね大変な作業ですからっていうので、まあ、このカプリスさんがなんかこうサ布サービスを始めましたとそしてカプリスさんのこう何がいいかっていうとカプリスさんその忍えも結構吹かれたりするんですよ で、えっ、ー、と、ケルト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 系、タンタンタンタタなんか、ティンホイッスルとか、なんか、そういうのも、えっ、ー、と、されてたり、まあ、YouTube でも動画上げられてますので、まあ、ちょっと見られたり、まあ、ニコニコ動画とかでも上げられてるのが、また見られたりしてもらったらいいと思うんですけど、忍の,の知識があるんで、まあ、例えばですね、なんか、自分の好きな曲を、この、忍で吹きたいと。例えば、えっ、ー、と、 この曲を吹きたいんですけど、まあ、どうすればいいですか？で、えっ、ー、と何本上子で吹けばいいですか？とか、あ,あのあとなんかしのぶへの。例えば6本上子でこの曲吹きたいです。って言ったら、その6本上子で吹けるような譜面作ってくれます。はい。あと原曲キーでこれ原曲キーで吹きたいんですけど、何本上子がいいですか？とかあったらあのそれも相談に乗ってもらいます。 とにかく、こう、なんか、忍への音域とかも理解してる方なので、このカプリスさん、カプリスさん、はい、カプリさんとか、なんか、裏のパトリさんとかいうツイッターアカウントなんですけど、あ,あの、されてる方なので、まあ、私もじゃあ、まあ、ちょっと、やってみようかなと思って、はい。なんとですね、ててん。よいしょ。てん。 で、一応私が作ってもらった譜面はですね、このルージュになりたいっていう曲なんですよ。皆さんご存知ですかね、あ,あの赤ちゃんと僕っていう、えー、っと、赤ちゃんと僕っていうアニメがあるんですけど、その赤ちゃんと僕で、えー、っと、オープニングがビーバーっぽい、ビーバーっぽいみたいな感じであって、で、えー、っと、 エエンンンンデディィググなんでですすけど、えー、と後期エンディングですね赤ちゃんと僕って結構忘れあるんですけど後期の方のエンディングでルージュになりたい。ね、えっ、ー、と遠い遠いみたいなどんな笑顔すればみたいな好きだよあなたのルージュになりたい。でえっ、ー、となんか乾く唇っていうのがたらこ唇って聞こえたりするんですよ。でまあそんなあのすごいいい曲なんですけどもうこれないんですよ。 もうめちゃめちゃ吹きたかったけど、ネット上に楽譜なくて。で、これも僕が好きな曲のアニソンの中でもベスト3に入るんです。もう高校の時とかこれ死ぬほど聴いてたんで、はい、<laughs> あの CD 持ってましたから、もう,もうめちゃめちゃ聴いてて、でもまあ、まあちょっと諦めたんですね。やっぱりうん、頼むもどうかな、みたいな。う ずっと僕は諦めてたんですけど、まあ、この度、カプリスさんの財布サービス始めるっていうので、まあ、ちょっとやってみようっていうので、こうやってみました。で、一応ですね、えー、っと、この、これ、原曲キーで書いてもらったんですけど、原曲キーで書いてもらったんですけど、これ、えー、っと、途中でですね、えー、っと、このサビの部分で、よいしょ。 見てください最初シャープが1 2 3 4 5こから始まってサビの部分で、えー、と転調するんですフラット3つみたいな、うん、あの転調するのであのとりあえずまあ原曲でしてもらってからえっ、ー、と私は後でちょっと忍ぶ風をちょっと作りまして忍ぶ風っていうか、えー、とその。 後の上で吹くようにそしたらこのシャープ5個っていうのを神、まあ、岡先生が教えてもらったんですけどシャープ5個っていうのは7本上詞で吹くんですよ。で、えー、っとこのフラット3つの方は、えー、っと6本上詞ですね確かフラット3つの方は、はい、6本上詞で吹くといいという形なのでこのルージュになりたいっていう曲はですね最初最初7本上詞ででまあ持ち替えて6本上詞でいくか えっと7本上子でやって、まあ、シャープ結構多いんですけどシャープとかね多いんですけど、まあ、フラットシャープとか結構多いんですけど気合でそのままあの7本上子でだから6本上子で持ち帰るか7本上子で気合でやるかみたいな形ですで。一応私その原曲キーにドレミを振って でもららったら自分の好きなようにあとは一応できますのでやってもらったんですけどえっ、ー、とそもそもですねあのプラス500円でドレミフってもらえるんですけど忍えの人ってなんかこういろいろ考えるんあの難しかったりするじゃないですか私も先生全然分かんなくて神岡先生に習ってやっとあーちょっと理解してきたんですけどだから例えばですねえっ、ー、とその忍えで で例えば自分の曲ですね好きな曲言って「のぶいでどう吹いたらいいですかって?」いいって相談すれば例えばもうこの曲だったら、はい、最初7本上司で7本上司でこう振ってくれているので7本上司でこのキーで吹けば7本上司でこのキーで吹けば、えっと、これでどおりに吹けば大丈夫ですみたいな。 で、えー、とサビの部分は6本上斜で拭いてくださいとか例えばサビのところも6本上斜じゃなくてそのまま7本でいきたかったらサビの部分は7本だとこんな譜面になりますとかえっ、ー、とサビの部分を6本に持ち替える場合はこれになりますっていうのも、えー、としてくれるらしいです。はいあのはい、で一応まあ、えーとまあ、こうどういう風な形にするかによって、えー、と多分オプションで料金が変わってくるっていう。 基本、とりあえず楽譜だけだったらメロディーだったら3000円です。で、ドレミとか振ってもらうんだったらプラス500円です。で、しのびで吹きたいって言って胃腸するんだったら、まあ、プラスいくらか分かんないんですけど、まあ、ちょっとこれは聞いてみてください。その皆さんが多分思うような形で結構すっごい丁寧にやってくれます。はい。あの、まあ私、えっとね、自信を持って、あの本当に、 ここのの曲吹きたたいんですっっっててやった、まあ、自信を取ってこのカプリスさんものちょっとね僕もパッと頼んだんですけどえっともうほんと一日かからずになんか楽譜出てできてました簡単簡単なやつらしいです結構ね一応あって難しいですもうすごい能力すごい耳コピー能力あってすごい丁寧ですからはいやっていくですで一応まあ楽譜のその頼み方なんですけどえっと私思うんですよ えっと、ぶえされてる方ってぶえされてる方って、えっと、結構この指番号が1234567っていう感じで覚えられてる方多いんですけどとりあえず八本上司を基準にして「どれみファソラシ」でした方がえっとお ややりやすすいいと思います例えばこの、えー、とカプリスさんでするときにカプリスさんで譜面を用意してもらうときにこれ原曲キーで吹くには何本上子がいいですかとかあと八本上子で吹きたいんですけどちょっと原曲とは違ってもいいんですが八本上子で吹きたいんですけどってっそのように多分楽譜作ってくれたりすると思います。でえー、と多分オプションでお金を払えば 八本上市で吹く場合と原曲聞いて吹く場合でしのぶえでできる限りその半音とかなく吹きたいというとまあそれも考えてくれると思います。はい、でえー、っとですね例えばこの僕だったらもうやっぱりこうドレミ振ってほしいんですけどこのドレミを振るときにですね振ってもらうときに例えばすごく簡単な話六本上市で 六本上詞で吹くと原曲キーに近い時にこのドレミ振ってもらうときにすいませんみたいなその銅がこれ当然六本上詞だったらこれあの八本上詞だと全部塞いだら銅、ね、全部塞いだら銅なんですけど別に六本上詞はえー、っと 全部塞ぐと、おそらく、えー、と B フラットなんで、えーと、シフラなんです。でも、この、実はシフラなんですけど、楽譜的に言えば、これがうのか分かりやすいじゃないですか、ね。本当はシフラみたいな感じなんですけど、もうこれうと思ってしまえば、ど、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シっていう形で、6本調子でもね、6本でも1本でも、とりあえず全部塞げばと、全部、次が2、2がレ、3がミっていう風に、 思ってしまえばそれで楽譜を作ってもらえれば結構原曲キーで笛さえあれば吹けると思うんです。うん、でその変換ってねだいっとどんな曲でもどんな曲でもとりあえず、えーとね、店長とかとめんどくさいんですけど波長長でとか波長長でとかあと,、えー、とこの動画をですね、えー、とカプリスさんに、えー、と見て見て もららえるらしいんですよだからあの私の多分言わんとしてることはカプリスさんにはその伝わると思うんですよ。忍エフキがあの一番その楽な譜面は例えば「ドレミ」っていうのを振ってもらう時に、はい、例えばこれだったらなんだろうファーシャープ C ファーシャープドーシャープなんですよ。って振ってもらったんですよ。でも実際これをえー、っと 7本上詞で吹くとするとこのファーシャープが、えー、と5になるんですよ5になるんですでえっ、ー、と C が1になるんですよだから51って感じで簡単に吹けるんですよでこの51っていうのの5をソって考えたらソードソーソードソーレみたいな形になるんです だから、例えばこれを7本上して最初ふくとするとえっと、7本がいるかね。もしこれをこの7本で7本でこれふくとするとえっと、ソード、ソーレ、ドーミって感じなんですよ。これ。だから、これを例えば、カブリスさんに 例えば同じこの曲を、これ7本上詞で吹きたいんですと。で、ドレミを振ってくださいという時に、その、吹きやすいドレミで振ってくださいって言ったら、多分ここが、7本上詞で吹いた場合は、ソード、ソーレっていう風にしてくれると思います。そうすると、実音とは違うんだけど、エで、ね、例えば7本上詞でも、ドレミ、ファ、ソラ、シ。 っていう形でもうとにかく全部1の音が「ド」2の音が「レ」3の音が「ミ」っていう風にこれ,でもうこれが指で「ド」「レ」「ミ」「ファ」「ソ」「ラ」「シ」っていう感じで覚えてしまえば、はい、カぶリしさんに頼んで「一」を押さえしてもらえれば例えばこれもそのまま「ソード」「ソ」「レ」「ド」「ミ」みたいな形になって「はいあ,あそっか」「ソード」「ソ」「レ」「ド」「ミ」っていう風にやれば吹けるということです。 吹けるってすすごいいじゃないですかそしたらえー、っとで例えば八本城しか八本城しか持ってない方ね八本城しか持ってない方はもう,もうそれを言えばいいんですよあの一応考え方が2つありますえー、っとそのままそのままそのまま原曲キーで原曲キーでいって もしかしたらシャープとかフラットめっちゃあるけど原曲キーで作ってもらうかもしくはとりあえずこれ何これ何ちょか分かんないですけどとりあえず、えー、とドレミで吹きたかったら波長長にして,してで波長長で例えば波長長で転調した状態で吹いてって言ったらあのすごくそのシャープとかフラットがほぼほぼほとんどないような形でないような形でドレミを振ってくれてます。 うん、あ,あのすると皆さん楽じゃないですかだから多分その自分が持っている忍の,の調子忍の,の調子を伝える自分が吹きたい曲を伝えるで私はどんな忍でも全部塞ぐ位置の音をどうと思ってますって言えばその吹きやすいドレミを振ってくれると思います オプションで、オプションで、まあ、オプションでいくらか払えばしてくれると思います。で、その辺は結構相大に乗ってくれるので、皆さん、もし何かこう、吹きたい曲、吹きたい曲、シノブエで吹きたい曲、多分その J-POP とかにそんじゃなくても全然大丈夫だと思うんですよ。あの、シノブエの曲でも大丈夫だと思います。例えば、えっと、ナイ先生が CD で出されてて、ね、ナイ先生が CD で出されてて、 あの多分古典調だとすっげえ大変なことになるのでそのせめてドレミドレミ調の,あの歌物の曲がいいと思うんですけどね古典調だとあのそのそこれによってねその音程が違うんでそしたらもうもう,もうどうしようもないぐらいど,どうしようもないと思うんであれなんですけどえっ、ー、と古典調じゃなければドレミの曲であればいや楽譜出てなくて耳コピーできないんですって言ってまあ相談したら結構パッと作ってくれると思います。で、えっ、ー、と あと、ここにも書いてある通りに、えっ、ー、と、ハード、ハモリとかコードとかベースとか、ドリップソロとかこうあるので、まあまあ、なんかちょっと合奏したいんですけどとか、シノブイ日本でこれしたいんですけどって言ったら、そのまま元の曲からちょっと考えてくれたりすると思いますので、えっ、ー、と、今日の僕の動画がわからなければ <laughs>、カプリスさんにちょっと相談してみてください。えーと ととかしてくれると思いま忍へ、はい、の八本調子で吹きたいって言えば、えー、っともう一回ちょっと最後言わせてください八本調子で吹きたいって言われたらその二択の方がそもそも波長調の曲であれば普通にドレミァソラシドでシャープとかフラットないんですけど違う調の曲で言えばその八本調子で吹くとすると原曲キーのまま吹くとするとなんかシャープとかいっぱいついてきて吹けないと。 俺だったら転調してもいいからそのシャープとかフラットをできるだけ取り去って八本上市を吹きたいって言ったらそのドレミでしてくれると思いますでもしそれを原曲キーにしたかったらこれこの譜面のままこの譜面のまま運肢、うん、そのままですよドレミのまま何本上市で吹けば原曲キーになるんですかって言ったらそれも教えてくれると思います、はい、いやー可能性は無限大ですね、はい、というところでねえー、っと利用していただければ と思いますで最後にですねなんとねカぶリさんえっ、ー、となんとなんとですねなんとなんとえっとポップスアニソンボカロゲーム音とかね幅広くしてくれてるプラス見てください PDF 学部はンケミディデータとかもくれるとはいこのサービス すごい。で、このなんミリデータは無料でもらったんですけど、20秒流していいって言われたんで、ちょっと20秒流させてください。えー、っとですね。例えばこの曲、ルージュになりたいって調べれば、元の楽曲あるのであの、一応私が作ってくれた楽譜通りでミ、ミリ音源をちょっと20秒だけ流したいと思います。えー こんな感じですねね。ちゃんとこのじゃあ楽譜作りましたとでもう,うーんなんかいまいちこうねイメージ分からないイメージが分からない時にこれミディオンにやったらこれどおりカラオケで見ながら吹けばいけるつまりですね楽譜が読めなくてもとりあえず運指ねドレミさえこう分かればこれ聞きながらあこうかこうかっていう風うに練習もできるとはい。 というところなので、まあ、もしあれでしたら、えー、とぜひ、えー、とご利用ください。一応概要欄の方でそのカプリスさんの方のツイッターのアカウントみたいな貼り付けときます、はい。というところですね、えー、と今日の動画はですね、はい えー、カプリスさんの、えー、とルージュになりたい。しかし、<laughs> それは私のやつ、えーと。カプリスさんの財布サービス始まったので、忍、まあ、ぶやってる方で、いやー、譜面がなくて、譜面がなくて吹きたい曲ある方ね、まあ是非えー、と相談してみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じですね。じゃあ、そうですね。ありがとうございます。